パゾとは、ドゥカティが、かつて製造販売していたオートバイの車種である。1986年から1992年まで、販売された。なお車種名の、パゾは、パソと表記されることもある。ビモータを去ったマッシュもタンブリーニがカジバに移って、デザインした初の車種であり、カジバ参加となり、経営危機から脱出し始めたばかりの当時のドゥカティにとって、 新機軸となる車種の一つでもあった。1986年に750パゾとして販売が始まり、排気量の拡大や吸気方式の変更等の改良を加えられながら、907IE の1992年まで販売された。車種名は、イタリア出身のレーシングライダーとして、現地で人気が高く、タンブリーニが、 個人的にも交友があった人物レンゾパゾリーニの愛称、パゾが由来である。デザイナーのタンブリーニ曰くカフェレーサーの範疇に入るものとして、パゾを開発したらしいが、後に750スポーツや 900SS が登場したこともあって、実際にはスポーツツアラー的位置づけの車種となった。パゾは従来のドゥカティが製造を販売してきた。 他の車種とは趣をことにする点が多い。それだけドゥカティと当時の親会社であるカジバが力を注いで開発した車種だとも言える。エンジンは、ドゥカティ伝統のデスモドロミック90度、V 型に気筒の通称、L ツインを搭載するのは、核燃式共通だが、排気量や冷却方式、そして吸気方式などがそれぞれ異なる。なお、エンジンの吸排気方向など、 ファズで最初に採用された後に、ドゥカティの他の車種へも採用された機構も多い。フレームは、ラテラルダブルクレードルフレームと称する、トップチューブがエンジン側面を通るという、珍しい形状のダブルクレードルフレームである。さらにその材料として、クロモリ製角パイプを使うのも、ドゥカティとしては珍しい。また、リアサスペンションでは、 ドゥカティの車種としてはいち早くリンク式モノショックを採用しており、これも従来のドゥカティと比べて先進的である。外観もパズを独特のものとしている。まず、フレームやエンジンがほぼ全く見えないほど徹底して車体を覆うフルカウルは当時としても珍しい。これは単なるデザインにとどまらず空気抵抗の低減や 走行風から乗員を守るという一般的な目的の他に走行風を積極的にエンジンや冷却機へ誘導してエンジンの冷却を促す意味も持っているアッパーカウルの造形も独特で一般的なカウル付き車種だとアッパーカウルの上部は前方が見やすいよう透明なスクリーンが別途取り付けられるがパゾではアッパーカウルは上端までスクリーンのない一体成形で 不透明なままとなっており、これも外観上の大きな特徴となっている。また、ウィンカー内蔵型のミラーもカウルと一体化するように取り付けられ、本来の機能以外にもハンドルグリップを走行風から守る役割も果たすようになっている。パゾは排気量や吸気方式等が年式によって異なり、それが車種名にも反映されている。 750パーゾパゾとして登場した初の車種。1986年から1988年まで販売された。搭載エンジンは、開発当初は 1000MHR の排気量 973cc ベベルエンジンも試されたが、最終的には750回 HK の排気量 748cc パンタエンジンに改良を加えたものが採用された。 フルカウルの車体に空冷エンジンを搭載したことによる冷却不足問題には空冷式、オイルクーラーを2個、それぞれを左右のカウル内の同風炉に設けることで対策している。エンジンの旧排気方向は750回1から変更され、前後の気筒とも V バンク側から吸気して排気は前側気筒は前へ、後ろ側気筒は後ろへという、いわば、 内側吸気、外側排気の方式とされた。吸気機,機構は内側吸気により V バンク間にまとめられ、ウェーバー製のダウンドラフト型キャブレターが採用された。また、後ろ側機筒の排気方向が750回位置、から変わったことに伴い、10文字ン 2-in-1-2 タイプの新たな集合方式のエキゾーストパイプが採用された。車体においては、前述の通り、 ルカティとしては非常に珍しい形式のフレームを採用しているのが最大の特徴である。その他には当時最新技術であった極太リム幅の16インチホイールに前輪は130、60から16、後輪は160、60から16という高変平率のラジャルタイヤを履かせている。前後のブレーキは 前側が 280mm 軽リジット式、ダブルディスクに、ブレンボ製、対抗にピストン式キャリパーの組み合わせ。後ろ側は 270mm 軽リジット式、シングルディスクに、ブレンボ製、対抗にピストン式キャリパーの組み合わせとなっており、後ろ側ブレーキを積極的に使えるバランスとなっている。サスペンションは前に、丸属規制成立式フォークが、後ろは、 丸属規製とオーリンズ製が混在して採用された。906パゾ2代目となるパゾで、1989年から1990年まで、販売された。この台のパゾでの変更点は、主にエンジンにある。クランクケースは750回 1K から 851K へ変更され、排気量は、今までの 748cc から 904cc へ。 大幅に拡大された。冷却方式も851の技術を用いて空冷から水冷へと変更された。ただし同弁系は851系とは違って従来と同様の2バルブのままである。また、ギアボックスも従来の5速から851系の6速となった。 これらの変更によって、車両重量が 185kg から 205kg へと 15kg 増加したが、最大出力も 73.4PS から 88.3PS へと、大幅に向上したことで補われている。エンジンが水冷化したことで冷却器がラジエターとなり、仙台では、オイルクーラーが取り付けられていたのとほぼ同じ位置に、ラジエターが取り付けられている。 また、先代のオイルクーラーでは、小型のもの2個を左右に振り分けていたのが、ラジエターは、大型のもの1個が、中央に配置されたために、左右のサイドカウルの張り出しが、若干小さくなっている。その他、ホイールやブレーキには、大きな変更はなく、リアサスペンションが、丸属器製に統一された程度である。3代目となるパズで、 1991年から1992年まで販売された。なお、三代目のみ正式な車種名からパゾの名が消えている。数字も907へ変更されているが、実際の排気量は906パゾと同じ 904cc である。この台のパゾでの主な変更点は、ウェーバー・マレリ製の電子制御式燃料噴射の採用と、 前後ホイールの17インチ化、そして前後ブレーキシステムの変更である。このうち、前後ホイールの17インチ化においては、タイヤは、前輪120、70から17に、後輪170、60から17を採用し、ホイールベース等の車体寸法の変更や、サスペンションの設定変更などで17インチ化に、対応している。前後ブレーキにおいては、 前側が 300mm 軽フローティング式、ダブルディスクとブレンボ製、対抗4ピストン式キャリパーの組み合わせへと進化し、後ろ側は従来と同じ対抗にピストン式ながら、小型化された、ブレンボ製キャリパーに 245mm、軽リジッド式、シングルディスクの組み合わせへと小型化されている。また細かい部分では、クラッチレリーズピストンが、 車体右側クラッチカバーに内蔵された形式から、車体左側からプッシュロッドを介して動作する形式へ変更されたり、ドライブチェーン調整機構がエキセントリックカム式から851と同様の一般的な方式に変更されたりしている。これらの変更によって、車両重量が 215kg と、仙台からさらに 10kg 増加したが、 最大出力は 90PS とそれほど向上していない。ただし中低速の出力特性が燃料噴射化によって向上しており、車両重量増加分を補っている。外観上の変更点としては、アッパーカウルの造形の変更が目立つ。これは、アッパーカウル上部に中型ダクトが設けられ、さらにその上端に反り返りを持たせるというもので、上員の上半身にあたる。 走行風を和らげる工夫である。また、カウルや燃料タンクに貼られたロゴからもバゾの名がなくなっているのも変更点と言える。ありがとうございます。